皆さんこんにちは。黒メガネ黒の京阪神駅前探索。今日は近鉄奈良線の八重の里駅に来ています。駅前はこんな感じで、八重の里という漢字なんですけれども、八との里と書かれるんですね。八重桜の八重の里とは違うようです。それになんとなくお相撲さんの名前のような、そんな感じがしますけれども、八重の里親方とか八重の里部屋とか、そんなのがありそうな感じですけれども、そんなものはありません。駅前は結構新しい店がありますね。再開発されたのでしょうか。でここに東名店街というのがあるようなんですけれども、ちょっと確認ができませんでした。でさらに歩いていきますと、こちらの方にも東名店街と、ここからが名店街の始まりなのでしょうか。お店はたくさん入っているようです。でもなんか白い壁に覆われていますね。工事か何かしているのでしょうか。東名店街は確認できませんでした。ここの高架下をずっと白い壁で覆われていますけれども、何か工事でもして新しいものに生まれ変わるのでしょうか。でこちらの方が住宅街になっていきます。この辺りから商店街が伸びています。しばしこの商店街を散策しましょう。非常に風が強い日でした。そして雨もパラパラ降り出してきましたね。今はまだ傘のいるような、そんな状況ではありません。この辺りはテイクアウトの店が結構充実しています。やはりこのご時世、テイクアウトが重宝されるのでしょうね。ここのうどん屋のランチも非常に安くて500円よりとなっています。なんとなくちょっと昔の日本にタイムスリップしたような、そんな感覚があります。昭和の匂いが非常にしますけれどもね。忍ぶという喫茶店、ものすごいネーミングですね。センスも感じます。でこの左側のアパート、なんか昔のドラマに出てきそうな、そんな感じですけれども、俺たちの旅とか、そのあたりのドラマに出てきて、中村雅俊とかがなんか出てきそうな、そんな雰囲気ですけれども、でこの川も非常にドラマチックです。昭和のドラマの匂いがします。なんか懐かしさすら覚えますね。タイミングよく近鉄電車が走り抜けていきます。近鉄電車なんかかっこいいですよね。洗練された感じがします。
近鉄電車は本当にいろんな柄がありましてね、阪急みたいに茶色一辺倒じゃなくて非常にカラフルなので見ていて楽しいです。でこのアパートなんかも非常にレトロな感じがして趣があってよろしいのかと。これがすごい、カラオケスタジオ、ジョー・ミユキというんでしょうか。ここの一角も非常に昭和チックで歩いてて楽しかったですね。駅前にボーリング屋があるんですよね。大阪では珍しいです。今はめっきり少なくなりましたボーリング屋。だんだんとなんか雨が激しくなってきたようで、もうちょっとしたら帰ろうかと思います。以上、近鉄八重の里駅からでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。